皆さんよろしくお願いします。哲学徒です。今回もその恋保留につきやっていきたいと思います。前回、無事コスミ編のエンディングを迎えたということで、今回はですね第8話の選択肢のところに戻って、他のヒロインのところのルートを探していこうかなと思っています。あ、柳川くん。付き合うならどっちが好き？ここで多分ですね、天神っていうルートがあるんですよね。まあ柳川くんでもこのレベル差なら正しい判断ができるよね。柳川くんひどい。この前私のぶらつけガン見してたくせに。でさ、2人はなんで喧嘩してたの？あきちゃんがさ、男は顔だって言うの。顔でしょ。並んで歩くだけで品格が問われるわ。性格が大事とか何きれいごと言ってるのかしら。はあ、顔で選んで爆死してるアキちゃんに言われたくないね。言ったわね。こいつらそんな永遠のテーマで殴り合いをしていたのか。そりゃ答え出ねえわ。なるほど。明の幅が性格派で天神が顔派、どっち？そんな総括はいいから、柳川くんはどう思うの？柳川くんは顔派？性格派？あ？顔でしょ。はい、これでそうですね。29話というのが出てきたので、そこをやっていきましょうかね。ただ28が空いちゃいますね。どうしようかなっていう感じですけど、はい、29話、天神秋子の彼氏役。ある日天神に呼び出された。いつものごとく小杉の件かと思っていたら、予想の斜め上の相談を持ちかけてきた。私と1日だけ付き合ってみない？はあ？突然天神から呼び出された。相談があるというだけ言われてきたが、あまりに予想外の内容だった。二度も言わせないで私と付き合いなさい。それ何の冗談？はあ？こんな美人が真面目に頼み込んでるのよ。あきちゃん、それマジ？めいちゃん先輩出ちゃダメですよ。あ、そっか、めいちゃんたちいたの？天神が呼んだのか？そんなことしないわよ。なんでめいちゃんたちがここに？あきちゃんがコウスケくん連れ出すのを見てたから面白そうでつい。結局どういうことなんだ？そうだよ、あきちゃんどういうこと？一日だけでいいから私の彼氏のふりをしてほしいの。は？わかった。そんなこと言ってあきちゃんそのままコウスケくんと付き合うつもりだ。回りくどいですね。ガヤは黙ってて。私が柳川くんなんかと付き合うわけないじゃない。さっき付き合いなさいって言ってたよね。一日だけって何？中学時代の友人が委員会行事で藤子に来るのだから、その日だけ彼氏役をしてほしいと思って。友人が来ると彼氏役をしてほしいの間が抜けてんぞ。確かに。どうしてわからないの？だから来週来る友人に彼氏がいるって言っちゃってるの。なんかなんだっけ、スクールウォーズとかになんだっけ。そういうことね。サマーウォーズか。でも嘘はよくねえだろみたいな設定ですね。てか天神に友達いたんだ。嘘じゃないわよ。その時に言ったんだから別れたって言いたくないのよ。確か中学時代の天神は周囲から相当恐れられ崇められていたと聞いたことが。高宮一中の側転武功、それが当時の天神の通りながら。ああ、でも別に俺じゃなくてもいいだろ。確かに誰も好き好んで柳川君を選ばないわ。だけどその他の男子だと私のことを好きになっちゃうかもしれないじゃない。後腐れない柳川君が適任と思ったまでよ。理由になってないぞ。じゃあ生徒会は仕事としてやってくれんじゃ。生徒会はダメよ。なんで？そうだよね。あきちゃん生徒会にはもとまあいろいろと事情があるのよ。どんな事情だよ。とりあえず天使の話は断っておいた。あのルックスだ。仮釈の一人や二人すぐに見つかるだろう。あの面食いな天使がどうして俺なんかをチョイスしたのか全くわからない。柳川くん、あきちゃんの話断っちゃったんだ。大野城先輩知ってたんですね。本校のことなら何でもね。学年一の美人と付き合えるチャンスなのに。付き合うんじゃなくて彼氏役ですよ。どっちも似たようなものじゃない。うまくいけばそのまま付き合えるかもよ。天神は即否定するでしょうね。俺を選んだ理由後腐れないからって言ってましたし。あきちゃんもよく言うね。大野城先輩、ちょっと話変わりますけど。どうしたの？天神って生徒会メンバーと仲悪いんですか？さあどうだったかしら。どうして？今回の件俺は生徒会に依頼すればいいと思うんですよ。だけど拒否られて。気になるんならもう一度聞いてみれば？いやそこまでは。生徒会として協力できないんですか？あきちゃんからの依頼なら別だけど。というか柳川君もそれを聞いてくる時点で何とかしてあげたいんじゃない？だったら協力してあげればいいじゃない。彼氏役を引き受けろと？そういうこと。そうだ、2人でゆっくり話せる場を設けてあげる。え？そうすれば聞きたいこと何でも聞けるでしょ。何を企んでるんですか？内緒。でもすぐにわかるわ。この人またろくでもないこと考えてんじゃないか。あきちゃん一見強がってても内心弱ってたりするから。そんな風には見えないんですが。でももしあきちゃんが打ち明ける気になったらゆっくり話を聞いてあげてね。はい、また次回続きをやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録の方もお願いします。皆さんの良きゲームライフを祈っております。哲学とでした。動画をご視聴いただきありがとうございます。新しい動画を見逃したくない方は右のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録をお願いします。